はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月10日魚座の新月から3月25日半影月食までの満月までの流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。お知らせなんですけれども、私の方で占星術が好きな方とかタロットが好きな方向けのメンバーシップをやっています。勉強したいなという方はもう300本以上の動画が見放題になっています。そして勉強したいわけじゃないけど話聞きたいなという方ももちろん大歓迎です。ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。では行きます。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードページ逆、ソードの6、お月さんの逆、ペンタクス4、カップ9、ソードナイト、そして女帝です。気をつけることや対策はワールドの逆と皇帝の逆と、オラクルははい、ソードエースですね。勢いがありますね、この2週間。まあ星で見てもこの時期っていうのはこうコミュニケーションが活発になったり、ちょっと移動が多くなったり、フットワークが軽く、いろんな情報が入ってきてきやすかったりとか、好奇心も旺盛になりやすい時なんですね。で、非常にこう自己表現するとか喜びを表現するっていうのもとってもいい時なので、なんだかその星の動きのままカードでも出てるなって感じがします。少し今は自分の置かれてる立場や状況に関して、これでいいのかなっていう疑いの気持ちが少し出てるかもしれませんね。まあ、このソードのページっていうのは猜疑心っていうカードでもあるんですけど、こう何に対して疑ってるかっていうと、自分自身に一番疑ってるかもしれませんね。もしかしたらすごい功績を残してるとか、これまでも仕事一生懸命やってきたとか、こんなすごいことできてるじゃないかっていう実績があるのに、自分のことを、いやまだまだなんだ、こんなんじゃダメなんだとか、これでうまくいってると思えないみたいに、こう自分をどこまでもこう疑っているような、いつまでたっても自分を認めないみたいな、まあそんな感じがあるかもしれません。でも実際は流れはですね、今とてもいいのではないでしょうか。自分が願っていることっていうのは比較的叶っていたり、そういえば思い通りになったなっていうこともたくさんあるんじゃないかなと思います。ちょっと心配していたけども、思い切って動いてみたらうまくいったっていうことがあるのかなっていうふうに出ています。で、そうやって動いて得た成果っていうものを今しっかりとこう確かめていて、あ、これは自分が成し得たことなんだとか、まだね、自分はこれで本当に良かったのかなって思いながらも、自分がやってきたことっていうのをすごく認めて、しっかりと自分の価値っていうものを握りしめているっていう感じもあるので、こう行動とかやってきたことに関してはよく頑張ったっていう、そういうこうねぎらいのね気持ちを自分にかけてあげてほしいなと思いますし、もしまあちょうどお金のこともね、ご縁が出てる、こういろいろ湧き上がってる方も多いと思うので、損をしたくないとか、きちんとお金を管理しなければとか、これだけ稼がなければと思ってみたことに関して、あ、しっかりと自分が確保しているっていうエネルギーでもあります。そしてその後ですね、すごくここから幸せな気持ちが溢れているので、おそらくこの動画を見た後に、ああよかったとか、やったとか、もう思ってた以上の喜びみたいなのが出てくる気がします。これはウィッシュカードといって、想定していたこと以上の喜びがあるよっていうことで、これはビジネスでもとってもいいカードなんですね。またプライベートでも喜びが溢れているっていうカードなので、何かしらね、めちゃくちゃ満足っていうことがあると思います。まあどんないいことがあったか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。で、そうやって、あ、自分がこれだけはなくしたくないとか、守りたいと思っていたことに対して、うわ、やっぱりよかったっていう、こうもう本当に喜びのエネルギーに包まれた後は、じゃあ頑張るって言って、すごく勢いづいて、より一層、最初はまだね、こうちょっと自分を疑ったりとか、これでいいのかなと思っていた気持ちが吹っ切れたりして、こう進んでいくっていう目標に対して頑張るっていうエネルギーがもうダイレクトに、もう直球で進んでる感じがします。で、そしてその後、そのね、なんていうかな、喜びの中で自分から湧いてきた情熱に従って行動するって、ものすごくシンプルで、なんか純粋で、こう
いいエネルギーなんですよね。でそのエネルギーでいくからこそ結果もいいみたいな形で、より一層また豊かな感覚っていうのが増えてます。なので何かこの2週間の中でおそらくヤギ座の皆さんね、達成したとかやったっていうことがあると思うので、それどんなことかなって想像しながら過ごしてみてください。そしてこれはそういうこうまず自分が喜ぶとか安心するとか、今までの功績を自分で認めるっていうところから発生するプラスのなんか結果っていう感じがするので、もし今の時点でいやめちゃくちゃ自分のことを否定してますとか全然うまくいってないですっていう方は、ぜひね、自分が今までやってきたことで成し得たこととか、今うまくいってるじゃないかっていうことを探して書いてみてください。必ず何かしらあると思うんですね。例えば大きなね功績を上げてなくても、もう勤続何十年と勤めただけですごいとか、これを続けてきたっていうのもそうですし、何か自分の中にこう確信になるというか自信になるようなことがあると思うので、それを見つけてぜひ自分のことをね褒めたたえてください。そうすることによってものすごく効率よく動ける感じがします。効率よく動ける、そしてこうどっちかっていうとこうポジティブなマインドで、きっとうまくいくかもしれない、今は挑戦するべきかもしれないと思って挑戦したら本当にうまくいったっていうか、こう予定はなかったんだけど新しい扉が開いたねみたいなこともなり得るので、ぜひそうしてください。ちょっと無理してでもね、何か進んでいくといいですよっていうふうに出ています。もうそうしたくなるような感じなんでしょうね。そしてちょっと対策としてワールドとエンペラーというすごく強いカードが出ているんですが、何か自分ご自身の中ではまだちょっと私から見ると逆位置なので、何か本当にこれが自分の力で成し得たことなんだとか、たまたまこれラッキーなんだとかいう感じで、本当の自分の力を信じてないんじゃないかなって感じがするんですけど、どれだけ誰かの力を借りていようとこれがラッキーであったとしても、そのラッキーを引き寄せた自分の運でもあるし自分の力でもあるので、そこは本当に自分のことを認めてほしいなって思います。何か昔ねこだわっていたものを手放していく、もういいわこれは卒業だわっていうことで手放すことによって本当の喜びっていうものが入ってくるよって感じがありますし、またここから新しいねなんか道筋ができるって感じがあります。でまたその新しい道筋って、多少の努力とかなんか責任とかは伴うかなって感じがあるんですけど、やりがいのある道を見つけるっていう感じも出ていますので、なんだかとっても前向きな2週間っていう感じがしますね。もしここまでちょっと本当心配してたんだっていうことがある方は、全然心配はそんな心配することはなかったっていう形で急にパーッと開けてくる。でこの開けてきた結果っていうのはまさに自分がそうしろって言われてることだみたいな感じで、さらにプラスになって動いたらまたいい結果が出るっていう感じでね、プラスの上にプラスが、プラスの連鎖が起こるって感じかな。ちょっとセルフセラピーカードを見てみます。ですのでこの流れを仕事で例えるならば、全然仕事のこと考えてなかったけど思いのほかいい話が仕事につながったっていうこともありますし、人間関係でも全く想像してなかったところから人がやってくるみたいな感じがあり、ちょっとその人には最初何にも思ってないから言いたいことズバズバ言ったりとか、結構きついこと言うことによって打ち解けられたりとか、そこで通じるものがあって仲良くなれるみたいな感じがあるので、すごく素直で純粋なエネルギーが今ありますね。これぜひ使ってくださいね。ちょっとそれを踏まえた上でセルフセルピーカードで気をつけることを見てみますね。なんだろう、ヤギ座さんのこの2週間で気をつけることは、ハートブレイクということで多少の気持ちの変化っていうものは許容範囲だと思っておいてください。今ね人間関係結構豊かで、そしてコミュニケーションも活発な時なので、その時にこのカードが出るっていうことは恐れすぎないっていうことですね。ここでもね多少なんか言いたいこと言ってんのかなっていうのもあって、でもずけずけ言うからこそ打ち解けられるっていうこともあるので、傷つくことを恐れずに進んでいってください。そしてここでもね本当の愛を得るよとか新しい出会いもあるよみたいな感じも出ているので、そのやっぱりこううまくいかないことを恐れて
進まないというよりは、まあ、多少傷ついてもいいやとか、これは昔のことよみたいな振り切って、その喜びの方に焦点当てるっていうふうに決めて進んでいくと、本当に見えなかった可能性がたくさん見えるんだなって感じがします。はい、じゃあ対策ね、見てみますね。うん、もうね、そのままのあなたでいいですよっていうふうに言われています。なんか変な役割とかこう見せなくちゃっていうものを脱ぎ捨てて、そのままの自分で歩いて、そのままの自分で自分の歩みのスピードで歩んでいけばいいんですよって。そうすると気がつけば隣に誰かいるとか、一緒にそのままの自分だからこそこう、うまくやっていける人がいるよっていうふうに言われています。そしてこの2週間で得られるギフトはトゥルーラブということで、めちゃくちゃいいですね、この2週間。八木さん、皆さん、人間関係とか恋愛は本当にいいですね。とってもいいです。なんかとっても嬉しいことがある。なんか予想外に自分のことを褒められたりとか、予想外に、あ、すごい認められてたんだということを感じたりとかしそうですね。でもそれはなぜかっていうと、ヤギ座の皆さん自身がピュアに喜んでるとか、ピュアに今の現状を受け入れて自分を認めてるからこそ入ってくる恩恵って感じもしますね。そして最後は神の子ということで、この2週間をどう過ごすかによって自分のバイブレーションとか感覚っていうのがすごく変わりそうな気がします。そしてとってもいい心地いいところに着地するっていう感じがします。これはまあ3月20日以降ってね、家の中のこととか心がほっこりしてくるねみたいな、落ち着いてくるねっていう時になるので、この2週間でご自身がなんか成果を出したこととか、自分を褒めたことっていうことで、いいとこに着地するなっていうふうに出ています。ぜひこの結果を生かして、皆さんの状況にね、合わせて、いかようにでも生かしてください。ということで今回ここまでにしておきます。また次回ね、3月25日までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。